何があったの？何そんな？アミからさ、アミの感じ見てると別になんかあったわけではなさそうなんだけど、ここに帰ってくるまでは楽しかったって言ってて、帰ってきてからちょっとなんかギクシャクしたっぽかったんだけど、なんで？今日の一日ちょっとこう手応えがなかったっていうところでへこんでるんだけど、でも本人は別に楽しかったっては言ってるんだけどね。本当かなって。絶対つまんなかった。絶対つまんなかった。こう疑っちゃダメよ。声ちっちゃ。どんどん声ちっちゃ。声ちっちゃ。頑張れ。雄大頑張れ。声出ない。そんなじゃねえだろ、新井雄大。レベゼン群馬。群馬は俺のふるさとだったはずなんですけどね。そっか、今日群馬行ってたのか。あ、群馬行ったんだ。雄大でもなんか肌ちょっと荒れてきたよ。やばいっすよね、入ってきた時の方がもうちょっとなかった。むしろストレスで出るの？ちょっと綺麗になったんじゃない？ストレス。マジか。そうでもない。え、ストレスでそういうのすぐ出ちゃうタイプ？そう。マジ？うわー、そうなんだ。今気づいたわ、それやばい。ストレス感じたらどうなの？具合悪くなるかも。結構ストレスに弱いから、ストレスから逃げる。ストレス。でも逃げれるならいいやな。逃げれないもんね。なるべく逃げる。そのストレスとか たまる。なんかいつの間にか溜まってる感じ。あ、これ発散。でも翼あれでも一人好きでしょ。結構。あ、好きかも。一人の時間。でもみんなでいるのも好きだし、一人でいる時間も大事だなって思う。一緒かな、じゃん。そういうのも大事と思う。でも寂しがりや。なんでそれ。寝るとき一人に嫌だ。寝るとき一人嫌だ。一人部屋嫌なの？じゃあ一人部屋も嫌だし、一人のベッドも嫌だ。一人暮らしとかも嫌だ。今までずっと実家のときとかどうしたの？彼女。もっとちっちゃい頃。もっとちっちゃい頃でも、覚えてない。中学のところは一人寝てたけど、その時はなんかなんつ部活とかそういう忙しいことがあったから、そこまで求めなかったけど。最近それが一番のストレス。一人で寝るのが誰か添い寝してほしいってこと？そうっす。誰か、マジで誰か女性にってことですね、それ。そうっすそうっすそうっすじゃねえよ。無理。そんなんでストレス溜まったら、じゃあどうするの？それが一番のストレス、俺です。添い寝師みたいな雇えないのかな。男じゃダメでしょ、女の子でしょ。男やだっす。添い寝してる相手してくれる相手いないとちょっとストレス溜まっちゃうんだ。なんだそれ、弱すぎだろそれ。なんか寝る時の安心感が必要なんですよ。え、ゆかりがいるじゃん。ゆかりとさやがいるじゃん。連れてきたんだけど。そう、さっきその辺にいたけど。そう、そのアロエに引っかかってた。でもそれじゃやっぱりあれでしょ、満足できないでしょ。それはちょっとさ、それは耐えようよ、大人になろう。だってそれはだってさ、ずっと添い寝してくれる人なんていないよ。え、もうそれが一番のストレスなんですよ。だからそれを克服しないと無理だと思うよ。もう結婚したら一緒に寝れるじゃないですか。いや、どうだろう。相手も、いや毎日言って、まあ、シグレーションもいるかもしれないけど、毎日添い寝はっていうパターンもあるよ。それはだから雄大がちょっとその添い寝卒業しないんだよね。添い寝を卒業で、テラスハウスで添い寝卒業できるんじゃないの。添い寝シグレーションいないし。いいんすか。わかんねえの。え、でも聞いてあげて ね、 それの話。いや、これ美味しそうじゃん。美味しそう。とりあえず、まあ、それでストレスたまんのやめてくんね。それがこっちのストレスになるから。かわいい花よ。なんで笑うんですか。とりあえず今日はおとなしくいたたまれなかったんですよ、今。ちょっともうやばそう。俺もうちょっと聞こうかなと思って。ちょっと本当にやばそう。